西の表市のマゲ島で、今年5月から行われていた旧石器時代の遺跡の現地調査が今日終了しました。遺物とみられるものが1050点ほど出土したものの、協議が必要となる重要な遺構は出土しなかったということです。アメリカ軍の訓練移転などで工事が進む西の表市のマゲ島では、島の中央部付近で旧石器時代の遺跡が見つかっていて、県教育委員会は、 今年5月から現地での発掘調査を行っていました県教育委員会によりますと現地調査は今日すべて終了し石器など異物とみられるものがおよそ1050点出土したということですその一方で見つかった場合に現地で保存するかどうか協議する必要がある重要な遺構については出土しませんでしたこれにより 調査対象となっていたため工事ができなかった滑走路や駐機場の整備予定地に隣接するおよそ8700平方メートルの区域については今後、工事が可能になるということです。